こんばんは。真夜中のこっそりプレゼントのコーナーです。肩が凝ったり腰が痛くなったり膝が痛い、あ、湿布薬欲しいなって思ってる方ありませんか？松宮局が3月末に移転しますので、お片付けをしていましたら、なんと2月末で期限が切れてしまうインドメサールプラス湿布薬5枚入り試供品が出てきたんです。この YouTube 見たよ、真夜中のこっそりの YouTube 見たよって言ってくださいましたら差し上げたいと思います。使っていただける方にどうぞ。金額の目安ですけれども、10枚入り希望小売価格1430円の湿布です。あ、今見えた左のグレーのものは私の、手袋が見えました。この映像は園部のグルリンバスというのに載っている映像です。ちょうど松宮局本町120番地の建物のすぐ隣がグルリンバス本町というところのバス停になるので、また場所が分かりにくいなと思っておられる方は一つ参考にしてください。この奥に国道9号線があります。角には京都銀行園部支店があります。場所はお分かりいただけましたか？ぜひ新店舗お楽しみください。